さあ、だいぶ暗くなってきました。6時半、時刻は。だいぶもう水もあげてきて、もうすぐ満潮になる感じですね。あと1時30分ぐらいかな、満潮。でここね、さっきすごいビクビクって当たってたやつ、これ芯だと思ってたんですけど、エイでしたね。ちっちゃいエイ、まあでもチンヌも釣れたんでね、いるんですよけど。ああ来た、これね、エイなんですよね。このお、来た来た来た、お、これチヌっぽいぞ、チヌっぽいぞ、取れてる？うん、取れてる、オッケー。おー、かわいい。お、マチヌさん、かわいいな。よいしょよいしょ、絶対食うだろこれ。さっき当たりがね、連発した場所なんで、必ずチヌはいますね。広範囲にね、やっぱ探るのがポイントですね。同じ場所でやってもね、そのチヌ何回も何回も通してもやっぱ食わないんで、できるだけフレッシュなところにで時間を置くなりしてやるのがいいかなと。来た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 、でかい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 、これはでかそう、絶対逃がさんぞ。ちょっと姿が見えない。何なんだ。おお、来た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 。おお、チヌチヌチヌ。了解了解。よいしょ。よいしょ。ああ、ギリギリやった、タモが。マジで。マジで命がけやな。Yeah.